今日のテーマはこれです。インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会。社団法人障子法務研究会。これはね、民間団体というか、まあ、公益社団法人なんですけども、これはね、法務省の人権擁護局関係のものだそうなんですね。まあ、おそらくそのあたりからね、まあ、こういう検討してほしいというふうに言われて検討してるんだと思うんですけども。で、このことについて今ね、概要欄にアドレス貼っときますけども、そこでもね、この全部見られますし、あと2月18日までこれについてね、意見を募集してるそうなんで、ぜひね、これ全部読んで、なんか意見ある人は送ってみたらいいんじゃないかと思います。で、この内容についてね、このね、インターネット上の誹謗中傷っていうのは、まあ、メディアなんかでも取り上げられてる、まあ、ホットなテーマなんで、まあ、大体どういうことかっていうのはね、わかると思うんですよ。ただですね、実はね、やっぱり法務省関係なのか、この同和に関することもしっかり書かれてあって、インターネット上で特定の地域を同和地区であると指摘する情報がうんぬんって書かれてるんだけども、まあ、このチャンネルご覧になってる方は知ってると思うんだけども、法務省としてはですね、とにかくね、その同和地区を識別できるような情報っていうのは全部消せみたいな、そういう話になっちゃってるんですね。で、それについてこの会議でね、どんな風な議論がされてるかって言ったらね、それがですね、法務省べったりっていうよりはね、意外とね、冷静な議論がされてるんですよね。こっちの方にね、なんかその発言内容っていうのが書いてあります。ちょっと読んでいきますね。同和地区出身者であることやその子孫であることを負の要素として評価することは本来的にあってはならないものである、うんぬんって書いてあるんだけども、これどういうことかっていうとですね、全国部落調査の裁判、去年出たじゃないですか。で、全国部落調査発禁っていうのは、まあ、プライバシーをね、そういうことを理由として発禁にされてるんだけども、名誉毀損についてはね、まあ、基本認めてないわけです。つまりその同和地区出身だっていうふうに言うことが名誉毀損だというふうには言ってないんですね。で、その問題っていうのは、つまり同和地区出身者であるということで、その人の評価が下げられるっていう場合に名誉毀損って言えるんですよね。だから、それを言ってしまうと、同和地区出身っていうのが恥ずかしいことだっていうことを裁判所が認められることに、認めることになってしまうんで、それはあまりにもおかしいんじゃないか、弊害があるんじゃないか。で、なおかつ、社会的評価の低下っていうのは過去の裁判例でも否定されてますよっていうことになるわけですね。例えば名誉毀損っていうのはね、例えばあいつはなんか風俗で働いてたとかね、あいつは昔なんか人を殺したことがあるとか、まあそういうことを言ったら当然その人の評価は低下しますよね。ただ、その人は同和地区出身者だって言った場合に、その人の評価が下がるっていうふうに言ってしまうと、やっぱそれは弊害があるというわけです。そこでね、まあさらにね、じゃあそのプライバシー云々っていうことになると、このね、特定の地域を同和地区であると示す情報については、これはおよそいかなる目的であっても許されないというのはラディカルな解決ではないか。ラディカル。まあ、過激っていうことですね。でも、まあ、これ弁護士が言わんとしてるのは、まあ、いくらなんでもそれは運動団体の言いなりすぎるでしょっていうことだと思いますよ。だって実際問題ですね。その同和地区の情報っていうのは、例えばこのね、書類の中では、例えば検索してね、そのある人の地域の地名っていうのを入れると、そこは同和地区だっていうことが出てくるから、その身元調べに使われてしまうとかいうようなことを言ってるんだけども、それ国立国会図書館算出とか Google Books もなんかそれに近いような状態になってますからね。そのある地域名を入れて部落とかいう言葉と一緒に検索すると、昔の部落解放とか、そういう行政関係の資料とか、そういうのが図書館とかの検索で出てくるんで、それで部落だってわかるケースっていうのはかなりあるわけです。そうすると、じゃあ、およそいかなる目的であっても許されないってなったら、じゃあそういうことの整合性はどうなんだっていうことになりますよね。これね、裁判の中で裁判官がちょっとぼやいてたことと重なってるんですよね。やっぱり特定の地域を同和地区であると示す情報を削除としようとするポリシーは正しい。まあ何が正しいのかわかんないけども、その情報だけでは侵害とならない場合があることは否定できないのではないかって言ってるんですね。
あと地域ごとに弊害の度合いが異なる。そうですね。同和地区であったとしても指摘されたとしても弊害が想定されない地域。だから未指定地区なんかでも開発が進んでいる地域なんてもう東京近郊の部落なんかほとんどそうなわけです。だからそういう場合にそこ部落だとかね、同和地区だとかそういうふうに言ったからって言って何の影響もないんですよね。で、あとは、あのね、他にもね、同和地区っていうのも千差万別でね、例えば公然の秘密となっているものもあるっていうようなことが書かれてるんですね。過去に行政の施策に対象になった地域を。ということが書いてあって、だから一律に禁止っていうのは、これはね、原則的には差別の助長、誘発目的が確認され削除の対象であるとして例外を設けることは可能でないかとか、まあ、いろいろ何とかしてね、規制しようという議論してるんだけども、なかなか難しいよね、みたいな話になってるわけですね。いや、これ見たんだけども、これね、この会議に参加してる委員の人ね、多分ブラック担保を見てますね。自転車見てますね。で、この神奈川県人権啓発センターも多分見てますね。だからこういう冷静なね、意見を出した人、僕が心配するのはね、こういう意見を出した人に、解放同盟なんかが圧力をかけてこないかっていうところですね。だからこの委員の方はね、そういうのが来たらね、まあ基本は無視っていうことをね、もう、ましてやね、その相手のところに行ってね、話すなんていうことはしない方がいいですからね。基本は無視ですね、ああいう人たちは。で、まあ実際ね、その部落を訪れて、その、ね、地元の人に聞いてみると、あんな活動家じゃなくて実際部落に行ってみて、そこでね、空気を感じてもらうっていうのがね、やっぱ一番いいんじゃないかと思います。ということでね、ぜひね、まあ、動画なんでこれ全部紹介するのは難しいんだけども、興味ある人はね、ぜひね、下の概要欄から見てください。で、できればね、意見もね、送ってみるといいかと思います。ということで今日はね、こういうものが出てるぞという、そういう紹介でございました。